人類の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は昨日配信いたしましたこちら、経験値獲得効率4倍につながる極上の裏技の動画について、一つミスインフォメーションがありましたので、この場をお借りして訂正をさせていただきたいと思います。それはまずこちらをご覧ください。修練ですね。はい、これはもう見ての通りです。快速修練を行ってください。先ほどお伝えした通り、2倍経験薬の効果は続いています。ですので、いつもと同じ通り、ここもこの日付をまたいだ時にやっておくべきということになります。はい、そして最後にお伝えし忘れたことが2つあります。1つ目は経験値のクエストです。先ほどご紹介したロア元凶、風神谷、そして修練の快速周回、これに加えて霊獣チアナ、こちらですね、こちらも経験値が獲得できますし、経験値2倍効果が適用されますので、お忘れなく行ってください。はい、という情報をお伝えしてまいりましたが、すみません、実はですね、この経験値獲得効率が上がるアイテムの効果については、この通り快速修練には適用されません。修練自体には適用されるのですが、快速修練には適用されませんので、この点を訂正させていただきます。ただし、それによってこの裏技のやり方が変わるわけではありませんので、その点はご安心いただければと思います。なかなか反響が大きい動画でしたので、こちらにて訂正をさせていただきたく、配信をさせていただいた次第です。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。